高木義明は、日本の政治家。国民民主党長崎県連代表、民社協会前会長。長崎市議会議員、長崎県議会議員、衆議院議員、民主党副代表、民主党国会対策委員長、文部科学大臣、民主党選挙対策委員長、民主党代表代行、民進党副代表等を歴任した。山口県下関市生まれ。 1964年、山口県立下関工業高等学校を卒業し、三菱重工長崎造船所に入社した。同造船所の労働組合執行役員を経て、1975年に長崎市議会議員選挙に出馬し、当選。市議を3期務めるが、1987年、3期目の任期途中で辞職し、長崎県議会議員選挙に出馬。 当選するも、1990年に県議を辞職し、第39回衆議院議員総選挙に民社党公認で旧長崎一区から出馬し、当選。1994年、民社党会党に伴い、新進党の決闘に参加した。新進党では副幹事長や国会対策、副委員長を務める。1996年の 第41回衆議院議員総選挙では、比例九州ブロック単独で出馬し、参戦。1997年末、小沢一郎党首が突如、新進党の回答を宣言したため、新進党回答後は、旧民社党系議員で結成された、新党友愛に参加。その後、民主党に合流した。2005年、前原政治執行部で、東福代表に就任。 2006年9月、ニセメール問題で辞任した、前原の公認の民主党代表に就任した、小沢一郎の下、渡辺孝三の公認の国会対策委員長に就任した。2010年9月、官会増内閣で文部科学大臣に就任し、初入閣。なお、前任の川端達夫も、高木同様、民社協会に所属する旧民社党系議員の一人、 2011年1月に発足した間、再改造内閣でも留任した。2011年9月、野田内閣発足に伴い退任し、民主党の選挙対策委員長に就任した。2012年10月、野田内閣改造に伴う、当人事により退任。同年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、 長崎1区と比例90ブロックに重複立候補し、選挙区で敗れたが、比例復活により8選、2.34区及び、第22回参議院議員通常選挙と、第23回参議院議員通常選挙にて、民主党候補が落選したため民主党、長崎県連に属する唯一の国会議員となった。選挙後には、海江万里代表のもとで、国会対策委員長に就任。 2013年8月、民主党代表代行に就任。2013年10月15日、衆議院懲罰委員長に就任。2014年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙では、再び長崎一区で敗れたが、比例復活で休戦。2016年3月、民主党が維新の党らと合流して発足した民進党において、 副代表に就任した。2017年9月、長崎県連の会合において、次期衆院選に出馬しない意向を表明した。2018年7月1日、民進党から国民民主党への意向に伴い、引き続き、長崎県連代表に就任した。2018年秋の叙勲で、朝日大受賞を受賞。東日本大震災2012年3月3日の、 中国新聞は、福島第一原発事故後に、文科省が最悪の事態を想定し、計算を繰り返していた緊急時人速報者能影響予測ネットワークシステムの拡散予測について、2011年3月15日に、高平政務三役や文科省幹部が協議し、一般にはとても公表できない内容と判断と記した内部文書を作成し、 より標準的な内容のデータを用意することになっていたと報じた。ありがとうございます。